Everything's ready. You're on the dark side of the moon. Play the five times. 20世紀ロックへようこそ。今日は今時の10代にもぜひ聴いてみてほしい 80s のスーパーバンドバービーボーイズについて、ひとまず興味を持つきっかけになればってことで、お試しソングを9曲選んでみました。って言っても全キャリアからまんべんなくとかそういうことではないし、目を閉じておいでよみたいなメジャーな曲も平気で外しちゃってるんで、いわゆる入門編っていうのとは違うのかもだけど、でもガチで好きなもの、絶対的に素晴らしいと思えるものを忖度なしでセレクトしたんで、名曲尽くしなのは保証できるんだぜと。つかバービーボーイズには他のバンドにはない絶対的な個性、そのコンタと京子って男女2人のシンガーがいて、それぞれに当て書きされたような言葉を歌うっていう、それこそが最もわかりやすい魅力だと思うんで、そのあたりから彼らの音世界へずるずる引き込んでいけたらなと。そうそう、今日たまたまこの動画にたどり着いたぜって人に一応お伝えしておくと、このチャンネルでは20世紀ロック普及委員会ってのスタンスで、時代や国境を越えてロックネタの動画をガンガンアップしてるんで、ロック好きだぜとかロックに興味ありだぜって人はね、ぜひチャンネル登録しておいていただけたら嬉しいです。それでは早速、20世紀ロック責任セレクト、バービーボーイズ珠玉の9曲にズームイン。と1曲目は衝撃のデビューアルバムファーストオプションから暗闇でダンスって曲をピックアップしたんですけど、彼らの場合は衝撃って言っても、そのことさらにラウドな音を鳴らすとか攻撃的なことをするとかではなく、むしろ嘘みたいにソフィスティケートされてて、そのデビューの時点でストリート感覚みたいなものとは真逆の洗練されたサウンドを鳴らしてるっていう、それって当時としては結構な衝撃だったんですよね。だしこの暗闇でダンスはアルバムに先駆けてリリースされた正真正銘のデビュー作なんですけど、もうほんとこの時点で彼らが今も持ち続けてるバンドとしての個性、オリジナリティみたいなものがパーフェクトに完成してるっていう、それも相当すごいことだと思うんですよ。楽曲的にはそのコンタと京子が2小節ずつ男と女それぞれの言い分みたいなものをぶつけ合ってて、あれでこの2人はうまくいかないのかなって思ってると、最終的には暗闇でダンスっていう。でもこの曲に関してはそのこのバンドならではの歌世界、歌詞の魅力っていうものより先によく跳ねるベースだったり、変幻自在のギターアレンジの方に耳を奪われるんじゃないですかね、そんな気がします。2曲目はセカンドアルバムフリービーに収録されてる彼らの看板曲といっていいウルトラ大名曲負けるもんか。これは本当ザ・スミスのジョニー・マーですかってくらいに疾走感のあるビートに乗った流麗なアルペジオがとにかく素晴らしくて、そうだね、 80s のロックバンドのアレンジとしてはマジ世界基準に達してんじゃねって結構本気で思ってたりするんですけど、でもその歌詞がとんでもなくよくできてて、女性の側から積極的にアプローチするっていうか、近くまで来てるのよ、止めてくれるって、いきなり電話してきて押しかけてきて、なんなら押し倒すみたいな。でそんな誘惑に対して男はとにかく負けるもんかって抗うんだけど、でも最後には構うもんかって、やっぱり暗闇でダンスっていう、これ口語体でその自然体の話し言葉で綴られてるけど、相当文学的というか物語性が高くて、しかもそんなドラマティックなラブアフェアをギターソロも含めて3分きっちりで描き切るっていう、もうね、天才としか言いようがない、本当によくできた曲だと思ってます。で3曲目もこのセカンドアルバムから B 面の1曲目に収録されてる悪徳なんか怖くないって曲を押しておきたいんですけど、これはアバタがエクボに変わる時って歌い始めて、そのエクボがアバタに戻るまでの時間軸を描いてて、それと要するに夜から朝までってことで、ほんとワンナイトのナンパ的な男女の心模様だったりするのね。でほんと恋愛感情ゼロの体目当ての男に対して、なんて嘘つきなのって一刀両断するのかと思うと、騙されて踊りたいって、その女の方もなんならナンパ待ちっていう、この辺りの空気感が初めて聞いた10代の頃には全く分からなくて、50を超えた今も言うほどピンときてなかったりするんですけど、でもそういう一筋縄ではいかない男と女のラブゲームっていうのも、バービーの歌詞ならではの魅力だと思うんですよね。つかその分からないなりにドキドキして聞いてましたからね。4曲目はもう1曲このアルバムからラストナンバーのダメージって曲をセレクトしたんですけど、これはもうイントロのザ・ポリスのアンディ・サマーズみたいなアルペジオだけで名曲の香りがプンプンしてて、思いっきり別れの曲というか別れに向き合う心象風景を描写してる楽曲で、基本的にはコンタが煮え切らない男の一方的な感情を歌い上げてるんですけど、ラストにね、そのサビのメロディーに全く異なるもう一つのメロディーを重ねて、そこで京子に女性目線の心情を歌わせるっていう、
それマジ鳥肌レベルでよくできた構成というか、そんなんこのバンドじゃなきゃ成立しないんで、ちょっと特筆ものって感じだったりしますね。つか今回このアルバムから3曲選んじゃいましたけど、ぶっちゃけ以前に全曲トークしたこともあって、その入門編とか言って偏るのも違うかなとは思ったんですけど、でも本当に聴いてほしい9曲を厳選したら、このアルバムから3曲ってことになりました。後悔はしてないです。5曲目はこれぞバービーボーイズっていう、ほんと1曲でバンドの魅力を余すことなく表現してる曲、カモンレッツゴー。これは負けるもんかの12インチシングルのカップリング曲なんですけど、なんだろう、終始会話してるみたいに2人のボーカルが交互に折り重なりながら進行していって、それがねサビでバシッと混ざり合うっていう、あのバービーの歌詞っていうのは基本的に男女の食い違いみたいなものを描いてるケースが多いんだけど、って言っても大概最後には暗闇でダンスなんだけど、もうこの曲はさ、最初から2人の意見は一致してて、その仲間たちを出し抜いてパーティーを抜け出そうぜって感じだったりするのね。でそんな歌詞を後押しするようにプレイのテンションもワクワクムードというか、ノリノリなパーティーチューンに仕上がってるっていう。あのそもそも俺がバービーボーイズにハマったきっかけは、この曲のパフォーマンスをテレビで見て、もう一発でノックアウトされて、速攻この12インチシングルと当時の最新作だったセカンドアルバムを借りてきたのが最初だったりするんで、初めてのバービーボーイズって意味では圧倒的におすすめですね。実体験に基づくコメントです。6曲目は3枚目のアルバムサードブレイクの先行シングルだった曲、なんだったんだ、セブンデイズ。あの80年代リアルタイマーの感覚値としては、バービーボーイズはこの曲でスコーンと抜けたみたいな印象があって、その彼らは男女の恋模様みたいなものを歌ってるから、どうしてもジメッとした部分がつきまとうっつうか、まあそれが魅力でもあるわけなんですけど、でもこの曲に関してはほんとカラッと明るいというか、迷いなくポジティブなバイブスに振り切れてて、そうだね、それがこうギターポップのお手本みたいなアレンジとめちゃめちゃマッチしてるっていう、なんなら楽しげなドライブ BGM にぴったりって、そんな気もしますからね。つかデュエットって形態にこだわらず、その強固ワンポイントで楽曲のアクセント的に機能させてるのも功を奏してる気がするし、まあトータルで見た時にバランスの取れた優秀な楽曲だと思います。なんならこの曲が一番好きって人も結構いるんじゃないですかね、アラフィフ世代を中心にね。7曲目は4枚目のアルバムリッスンからノイジーって曲をセレクトしたんですけど、あのこのリッスンってアルバムには泣いたままでリッスントゥーミーで、メギツネオンザラン、あとごめんなさいって3つのシングル曲が収録されてて、なんだけどその全てが詰め込まれた A 面より B 面の方がさらに魅力的っていう、ほんと粒揃いな楽曲がずらりと並んだ大傑作アルバムなんですけど、何気にこのノイジーは京子がソロで歌い切る楽曲で、あの以前のアルバムにも京子のソロ楽曲っていうのは含まれてたりするんですけど、でもそれまでの例えばタイムリミットとかストップとか、そういう楽曲がどちらかというとソウルフルな魅力を打ち出してたのとは違って、このノイジーはスピード感のあるロックナンバーっていう、なんならここまでストレートにビート感を強調した曲ってバービーボーイズにはなかったんじゃねって思うくらいにロック的な疾走感を堪能できるんですよね。もしかしたら埋もれがちな楽曲かもしれないけど、でもこの機会にぜひ聴いてほしいナンバーだったりします。8曲目はこの大傑作アルバムリッスンを締めくくるラストナンバー、ナイブ。これはもうバービーボーイズの完成形と言っていい楽曲で、ほんとそのとことん磨き上げられたサウンドにただただ魅了されるつうか、あの手を変え品を変えめくるめくフレーズを次から次に繰り出すっていうのがこのバンドのギタリストのその今さのギタープレイの特徴だったりするんですけど、このナイブに関しては音数とか極限まで絞り込んでるっていうか、厳選されてる感じで、それがこう空間を生かしたアレンジに映えまくりっていう、だしその分ここぞっていうギターソロがやばいくらいに際立つし、ちょっとうまい言葉が見つからないけど、マジ全ての音の紡ぎ方に繊細さを感じるんですよね。あと歌詞もね、この曲はストレートのラブソングって気がして、そのあなたを愛してる的な土直球の表現ではないんだけど、でも駆け引きとかじゃないまっすぐな気持ちが歌われてて、そういうところもね、その言葉の面でも成熟してる気がしてたまらなく好きなんですよね。でいよいよラスト9曲目は5作目のルート5ってアルバムのクロージングナンバー、もう大丈夫ヒステリー。これは彼らの一番闇の部分というか悶々とした部分をクローズアップした楽曲で、あのこの曲イントロなしの歌始まりで、しかもサビ始まりなんですけど、いきなり冒頭からボールペンで黒く塗った爪を噛んで泣いてるとか、電話線を引きちぎって指に巻いて泣いてるって、もうノイローゼスレスレっていうか、
完全に病んでる言葉が飛び込んでくるんで、逆にその後の歌詞が全く入ってこないっていう。ただこの曲の特筆ポイントっていうのは、そんな強烈な歌詞というより今道友貴の渾身のギターソロだと思ってて、その中間部のコンパクトにまとめられたソロももちろん素晴らしいんだけど、オーラスのアウトロでね、いつになく豪快に弾きまくる感じがたまらなくかっこよくて、まあそれがあっさりフェードアウトするところもらしいっちゃらしいんですけど、でも本当美しく歪んだシングルコイルのそのフェンダーストラトキャスターの音色っていうものを、ピンクフロイドのデビッド・ギルモアばりに聴かせてくれるんで、未体験の方はぜひチェックしていただけたらと思います。バービーボーイズのアルバムは、まあ、どれもお調べて素晴らしいし、本当はね聴いてほしい楽曲も山ほどあるんで、今日の9曲はあくまで触りの触り。そもそももうやだとかでもしょうがないとか、名曲オーラでまくりのシングル曲もまだまだ全然まだまだ大量節なんで、マジ少しでもいいなって思えたらぜひ片っ端から聴いてみてって、そんな感じなんですよね。 まずはね、今日も概要欄に Apple Music のプレイリストを貼っておくので、そちらから試しにバービーワールドに触れてみていただけたら幸いです。それでは今日はこの辺でベータなロックに乾杯。